やっとー、今日はなんとなんとなんと渋谷のディズニーストアに来てます。今日は私の大好きなアリエルのグッズをたくさん買いたいと思います。やった、レッツゴー。これ伸びるやつ。ショー始まるって行かなきゃ。マフラーだ。このパック欲しいなって。いいじゃん、 TikTok にあげたい。嬉しい。リップだ。こっちは使いにくいお色味。お色味これめっちゃ可愛い。このシリーズ私グーフィー一番大好きだからこれにする。アリエル歩いて走って、日の光浴びながら。アリエルのペン 50% オフ。アリエルかわいい、キラキラ。かわいい。これプーさんスプーンもついてるよ、見て。かわいい。俺がついてるぜ。俺がつい。これにする。かわいい。イエーイ。いっぱい買ってきました。後でね、お家に帰ってから紹介します。イエーイ。紹介していきます。アリエルのグッズがあまりなかったから、他のねキャラクターのグッズもねたくさん買いました。ということで紹介していきます。ではまず早速1つ目、じゃーん。これはグーフィーのキーホルダーです。私グーフィーすごい大好きで、このね何とも言えないすごい可愛いデザインに一目惚れして購入しました。こちらのお値段は800円プラス税でございます。私数字すごい弱いので、800円プラス税って言われてもいくらかわかんないんだけど、800円プラス税です。これはね早速リュックとかにつけたいと思います。グーフィーに会いたいな。次紹介しますね。じゃーん、かわいい。これは私が大好きなヴィランズのパックです。これはマレフィセントでしょ、ハデスでしょ、アースラ、スカーで、なんかシークレットもねあるみたい。でもね6つもあるからね、シークレット当たるかな。シークレットって誰なんだろうね。ジャファーかな。楽しみ。それでこちらのお値段は450円プラス税です。次まだあります。じゃーん、人間の住む国でみたいな素敵なダンス。これねずっと欲しかったの。アリエルのペンですね。でこちらのお値段は950円プラス税でございます。足、ヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ踊ったり。次っていうかもう最後ですね。じゃーん、こちらはね何だと思いますか。何だと思う。じゃあすごいこと言って。そう、分かった、みんなすごいね。じゃあお見せしますね。オープン。じゃーん、じゃーん。私絵をね描くことがすごい
ごい好きなので、このお絵かきセットすごい可愛い、見えますか？ここにね、ハサミがあったりとか、鉛筆削りでしょ、ここに鉛筆があって、定規があって、消しゴムがあって、これはクレヨンかな。で、めくってみるとまだあるんですよ。これはメモ帳ですね。で、ボールペンがあって、のりがあって、カラフルなペンが入ってる。こちらのお値段は1900円プラス税でございます。ありがとうございます。はい、ということで今回はこんなにたくさんディズニーストアで購入してきました。イエーイ。私ね、早くね、アリエルになりたいの。エリック王子にね、会いたいの。みんな私のエリック王子見てない？見つけたら教えてね。はい、ということで今日は私がディズニーストアで購入したものをたくさんご紹介していきました。いかがだったでしょうか？どれかいいなって思うものありましたか？ぜひお揃いにしようね。ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。そしてコメントもね、たくさんしてね。バイバーイ。